先生、5、6千本ずつありますので、全部で10万本以上です。うん。はい。死刑殿、これだけの矢があれば帰ることができますな。だが、孔明殿、なぜ夕べ霧が出るのを知ってたのですか？先日、大将とは何かお話ししたはずです。将たる者、天文に通じ、地理を知り、さらには陰陽や鬼門や陣形などの兵法を心得ていなければ役に立ちません。3日前私は霧が出ることを知りました。だから3日に期限を切ったのです。黄金殿は10日で10万本の矢を作れとおっしゃった。人の力では不可能です。真意は私を殺すこと。命は天が決めるもの。黄金殿に果たして奪えますかな。まるで仙人のようなお人だ。孔明、恐るべし。私も及ばぬか。孔明殿です。ああ、孔明殿、どうぞ。トトク殿、孔明殿が参られた。孔徳殿、孔明殿、まさしくこれは神業です。この周囲を感服いたしました。小細工を浪しただけのこと、都督殿には到底及びません。これはなんと恐れ入ります。このように矢は揃いましたが、都督殿はいつ出陣されるおつもりですか？ご主君からも催促がありましたが、良い策が思いつきません。何かあればお教えを。都督殿は剣謀術策に長けたお方、すでに良い計略をお持ちのはず。敵の水軍は依然細胞超員の戦法を取っており、なかなかの構え。たやすくは破れそうもない。私の策、良いか悪いか孔明殿に伺いたいのです。大事なことゆえここは口に出さず、思うところを互いに自分の手に記して、果たして同じかどうか見てみましょう。よかろう。筆を持て。どうぞ。ではさあ、どうぞ。周囲は矢の手配を口実に孔明を殺そうとしたが、孔明は草舟の計略を用い、曹操から矢をまんまと手に入れた。一夜にして用意された10万本の矢を目の当たりにしては、さすがの周囲も感心せざるを得なかった。そして周囲と孔明は
曹操を破るための作戦を互いの手に記し、木攻めの経緯を確認した。こうして心を逸に、いよいよ曹操との決戦に臨むのであった。おお